で、もう足太りでしていてか、どあ最後の曲でしていてかめっちゃ経っちゃったんですけど、甘いか、あ、いや、いい、いい、いい、大丈夫、この曲の曲振り、定期公演で、なぜか地元の定期公演なのに過去一回失敗してるので、ちょっとぜひ成功させたい、今日は。いやー、俺が悪いんか。成功させたいなと。で、誰が悪いとかありませんか？誰が悪いとかないです。はい、大丈夫大丈夫。すごい、前からフォロー入った。初めて聞いた。はい、で、私たちアシメトリという曲をね最後にいつも歌ってるんですけど、うん、ぜひみんなでこれは定期の時いつも前とみよもね一緒に来たーってアシメトリ来たーって言ってますので、で多分ここに定期にいるってことはね流れはだいぶ分かってると思いますので、ね、ぜひ一緒に行っていただけると嬉しいなと思います。今日ガールズが多くて嬉しいですね。そしてそうだね、今日女の子多いよね。ありがとうございます。可愛い子多いの嬉しいです。テンション上がるよ。今ぶっこむけなのでちょっと女子も女子だけどこの一瞬女子捨ててほしいなと思います。大丈夫な感じ、いける、もういけるね、もう最後の曲だしね今日の体力ここで全部使ってほしいなと思います。もう本気出すよそこ来るならマジで、はい、すごいですね、プレッシャーかけられる曲振りにね、あとのコメントに対してプレッシャーかけられることなんてなかなかないんですよね。では皆さんアシンメトリー来たーっていうのをなんか一回みんなで練習した方がいいっていうアドバイスを聞いたけど今日大丈夫そうですな。大丈夫です、大丈夫でしょう。ぜひ皆さん一緒に行っていただけると嬉しいなと思います。 OK いいよ、お前はお前 OK、うん、ではぜひ皆さん今日の定期最後までこの曲楽しんでいただけると嬉しいなと思います。それでは聴いてください、アシンメトリー、アシンメトリー、いけI'm gonna make it.
ありがとうございます。素敵な7月定期公演に皆さんのおかげですることができました。この後物販をしまして、ここ1時もうなったんですけど、ホール開けないといけないらしいですので、うん、皆さんすぐあの下の半地下の方まで来ていただけると嬉しいなと思います。では最後皆さん手を前に出してお願いします。初めて同じように We are チェリップで降りたいなと思います。ありがとう、ありがとうございます。いいですね、いいですね、ありがとうございます。では今日も皆さんと一緒に楽しい時間を過ごせること、そして歌を歌えることに感謝をしながら We are JLIP! 本日は皆さんありがとうございました。それではすぐ会いましょう。そして最後に、あ、これこれ重大、重大っていうか、この告知をしないと。何が？なんとですね、これ参院の人にとっては嬉しいニュースですね。参院県この界隈に住んでる身としてはすごい嬉しいです。2016年松江水郷祭、松江ダンダンステージ、私たちなんと出演させていただくことができました。ありがとうございます。時間もね、もう出ています。7月31日日曜日の11時半からこのレイクサイドダンス&ガールズジャム2016っていうこの括りがあるんですけど、出演は12時50分からの予定ということで、いっぱい屋台も出ているので屋台食べて、そう12時50分まで体力つけて、暑い、一番暑い時間帯ですからね。暑い、本当に暑いですから、12時50分ですよ皆さん、ぜひお願いします。で、あの特設ステージ、すごいでっかいやつがありまして、やりました。何回か、あの観覧無料ですので、ぜひ皆さん。分かったぞ。なかなかね、あれですよね、地元の今日の仕事、その日の仕事ってそれだけ。いや、あの、いや、ミオンも分からない。ミオンに聞かれても分からない。だってそれだけだったらさ、夜花火見れるかもだね。もう花火見れるかもしれない。花火前の日？え、日曜日はないの？何？ということで、花火がすごいね、綺麗なのですよ。ああ、そうだよね。で、あの山陰のお祭りは、まあ、境港と港祭りとか、この米子だとガイナ祭りで、鳥取市の方に行くとシャンシャン祭りがあって、まあ、松江の水郷祭が大きいかなっていう感じの祭りですので、ぜひ皆さん一緒にチリップと夏過ごしていただけると嬉しいなと思います。4月最後ですか？あ、まあ、そうですね、31日だからね。29、30、30、あ、3日間なんだ。え、もしかしてあれ29、30を花火するみたいな。30日だけだ。本当30だけ。前はあのね、昔はね、2日連続だったんですよ。え、100周年だから。100周年だからな。1万発くらい見たい気持ちがありますけど。ぜひ皆さん、2箇所だけの。あ、そうなの。っていう話をね、物販でしましょう。ごめんなさい、つい話しちゃうんですよ。それでは皆さん、半地下でお会いしましょう。最後の最後にこれ挟み込んですいませんでした。皆さん、ぜひこちらもよろしくお願いします。ありがとうございました。